モントビルは、オーストラリア、クイーンズランド州のブリスベンから約 120km 北方のサンシャインコースト内陸部にある町。人口853人。サンシャインコーストの内陸部、ブラッカル山脈のおねじょうにある町である。1859年頃から、モントビル周辺の材木を切り出すために、林業が盛んになり始めた。1887年に、 最初の定住者が現れ、そこから町としての発展の歴史が始まる。最初に入植した者たちは、最初にパイナップルやアボカド、マカダミアナッツなどの農業を、そして次に畜産業を始めた。1903年に美術学校が作られ、1920年代にはリゾートとしての開発が始まる。この頃から徐々に農林業の町から美術及び、 リゾートとしての街へ生まれ変わることになった。サンシャインコーストの海岸地帯とは、気温が夏には3から4度低く、冬には海岸地帯よりも夜間の気温が暖かいこともあり、快適に過ごせる街として、余暇を楽しむ街として発展していくことになる。芸術家、工芸家が住む街として知られ、メインストリートには様々な工芸品売る土産屋が並ぶ。近隣には、 オーストラリア動物園、コンダリラ国立公園、釣りを楽しむことができるバルーン湖などがあり、ブリスベン周辺からの余暇を楽しむ観光客が多く訪れる。MVA ヒストリー。2010年5月11日閲覧。ありがとうございます。